家着きました。ただいま。今日の夕飯は何ですか？チキンで鶏肉とイカを入れました。そう、野菜、キャベツとかセロリ。美味しそう。セロリとイカが。あ、セロリなんだそれ。弟です。はい、弟です。28歳、会社員、ひげが生えている。28歳、会社員、ひげが生えてます。私の動画どう思う？年間何百万貯金したとか意味不明なこと言ってたからな。イケスカのやつだなって最初思って。ああ、まあ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 、それ確かに。その貯金額俺の年収より超えてるんだけどみたいな。物理的に不可能じゃんみたいな。そう、年間300万貯金って言うけど、うん、300万も年収ないよみたいな。そう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 。あ、まあ、その時300万ちょうどだったかな。うんうん、生きなければできるみたいな感じだったの。生きなければ。いや、まあでもそうだよね。その、うん、20代じゃん、うん、で20代の年収って200万円台とかが中央値だから、そう思う人は多いと思う。やっぱ中央値もそんぐらいなんだ。うん、そうそう、250万とかだったと思う、中央値は。やっぱ思ったより低いね。でもそう、中央値ってなるとね。だからでも20代だから多分バイトの人もいるから、大学生とかで。そっかそっか、22歳まで大学生だもんね。そう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 。20代なんで貯金できないんだと思う？遊ぶからでしょ。え、それでいいのかな？わかんない。俺のね、周りが飲み歩く人ばっかりだから、うん、あ、そう、遊ぶ、飲み、そうそう、そっか、そうだよね、飲みでお金なくなるもんね。そうそうそう、飲み会もね、本当は毎週したいけど我慢して月2回とかでも、それだけで2万以上は飛んでっちゃうから。え、2万？あ、そっか、あの1軒で終わんないから、飲みって大体3軒ぐらいは行くから。あ、20代の男なんてね、本当にね、遊ぶことしか考えてない。主語でかいけど。炎上するよ、炎上。炎上。20代にしかできない遊びあるもんね。まあね、そう、節約系 YouTuber が言うことじゃないけど、遊びたい人は遊べばいいと思うから、うん、結婚ラッシュ、出産ラッシュだな。じゃあやっぱ結婚費用とか出産費用でのお金の悩みって感じ、直近。ああ、でもそう、あれはあるかもしれないけど、でもそういう話実際ならないから。ならない、男同士で。ああ、な、あ、なるほどね。バカな話しかしないから。君の周りだけかもしれない。君の周りだけかな。いや、そんなことないと思うんだけど。そうなんだ。積み立て NISA ってやってんだっけ？ね、まだやってなくて、うん、やりたいんだけど、うん、やってないだけ。いくらから始められるの？100円からでもできるの？月100円だね。あ、100円からなんだ。本当になんか本格指導する時のために、うん、本当に少ない金額でやっといて、いつでもできる状態にしとくっていうのはやりたいとは思ってるんだけども、腰が重いみたいな。うん、あ、なんなのファンドって言って。ファンド、意味がわかんない単語多くて。ファンドって何？意味がわかんない。わからないけど、まあ、とりあえず買ってみようっつって買って。で、あ、だね。あ、じゃあやっぱ、やらなきゃなって思いつつも、できないみたいな人多いのかな。っていうかね、どっからや、何から手をつければいいのかわかんない。やること多くて、あ、いや、みたいな。あー、そっかそっか。それがもっと簡単になったらいいよね。そうそうそう。なるほど。なんかね、そこの、ね、ハードル高い。ああ、ハードル高い。確かに確かに。なんか口座開設しても、積み立て NISA の積み立て設定してない人の人が結構多いらしい。あ、そうなんだ。やっぱもったいない。もったいない。でももったいないけど、もったいないよりめんどくさい。めんどくさいがあっちゃう。やっぱり。いや、まあ気持ちはわかる。めちゃくちゃわかる。そうそうそう。じゃあやってください。はい、月100円でいいので。じゃあやろう。100円ならできるでしょ。100円ならできる。月100円は払える、さすがに。うん、まあでもどうなんだろう、全然貯金してないなら貯金したい。まず貯金じゃない？まあね、まず貯金かもしれん、ね、全然貯金できてないからね。貯金してくれ。はい、貯金します。貯金はね、出費を抑えます。
てかそんなに何に出費してんの？だから飲みに行くんだって。あ、飲みか。ホルモンがうまいんだよ。ホルモンが悪い。ホルモンが悪い。ホルモンが悪い。ふるさと納税でホルモンとビール頼めば？あんの？あるんじゃないの？え、ふるさと納税ホルモンあると思う。あの、あったら概要欄に貼っときます。焼きビーフン。サンフランシスコパジャマね。これ何年着てんの？10年くらい。これは何年着てんの？何年だ。高校の時から。え、10年くらい。みんな10年着てんの必ず？そういう決まり？決まりはないけど、買ってないだけ。買ってないだけで。まあまあ、それは。え、これは新しいよ。この間、こう、隠れてる買ってた。納得いかないって言われたやつ。だそうです。お父さんが65歳になる、うん。そうだね。ママが60になるんだよね。うん。だからまだ59なんだよね、うん、会社員と専業主婦、うん、専業主婦なのか。お料理教室やったりしてる人でも、そうね。私が YouTube やってるって最初知ってさ、どう思った？やってんなみたいな、うん、やってんなだよね。でもなんか何でもそうだけど自由にやらせてくれるよね、全てにおいて。だいたい自分がそうじゃん。あ、ママとダーダがね、うん。1個だけ言えるとしたらさ、うん、なんか仕事としてやるんだったら、うん、自分が誇りを持ってその仕事をやるんだって言える仕事をやってほしいなとは思う。だからなんか、なんていうのかな、会社員だからいいんじゃなくて、うん、会社員でもなんかその会社にいる時間我慢してればお金がもらえると思って仕事をしてる人たちもいるみたいで、うん、そういうのは会社員辞めた方がいいと思う。あそんなんだったら辞めた方がいいと思うし、でも YouTuber でも自分のやってることに自信が持てて、うん、そこに誇りを持ってやってるんだったらそれでいい、うんうん、お金がもらえれば何でもやる、でもそれが自分で思ってることとは違う、それだったらそんなのは楽しくない。あそれは良くないって思う。だから職種の問題、肩書きの問題じゃない。あかっこいいこと言うね。でもさ、私思うのがさ、これ必要な忍耐なのかただの我慢なのかっていうところが、やっぱ経験が足りないからなのか何なのか分かんないけど、私はやっぱり分かんなかった。そんなの誰にも分かんない。いやだから難しいよねって話、さっきのそんな仕事ならやめた方がいいっていうのは結構私もそう思うけど、なかなか難しいよなって。だから結局いろいろ試してみるしかないみたいなところあるじゃん。だからそこでいろいろ試す勇気が出ない人もいるからさ。出ないよ、なかなか勇気ない。いろいろ試しても自分は大丈夫って思える、なんかわかんないけど心の支えがあるかどうかとかさ、そういうの大事だなって思う。まあそれがないと踏み出せないよね、なんで。そうそうそう、それが一番大切だと思う。うん、うん、ママとダーダが普段やってる節約って何かある？節約じゃないものと節約の境目ってどこにあるのかって自分には分からないので、とっても大変な時期があって、うん、俺本当に節約してんなと思って、これ以上やるの嫌だなって思ってる時はこれ本当に節約なんだなって思ったんだけど、でも今やってる生き方って確かにこうあえて無駄を作るようなことはしないけれども、うん、今自分のやってることが節約なのかって言われたら、なんか節約と思って生きてない。何年ものかはよくわかんないパジャマ着し続けたり。ああ、一日ね、タオルで手ぬぐい1本。え、どういうこと？だから朝顔とか拭くのからお風呂から上がるまで、うん、その手ぬぐい1本。お風呂もようん、もともと手は拭くのも。あ、でもなんか最近そうしてる。エコでいいね。
まあ節約にもなるよね。それを節約と思ってないの俺は。選択だから普通のことなの。必要十分なことをしてるんですよね。そう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 。だから節約だと思ってないのちっとも。手拭いなんだ。吸水性足りるの？ね。足りちゃうの。なんか濡れてるのでまた拭くみたいな感じよ。なんかさ、ダーダは納得いってるけどママは納得いってないよね。体の表面積少ないんだよ。だそうです。そうだ、あとさ、ほら、ペットボトルにさ、めっちゃ水入れてるよね。あと、待機電力ないよ、うち、あんまり。待機電力？それは気をつけてる。へぇー、だからどういうこと？炊飯器保温とかさ、ジャーの保温とかさ。炊飯器ないもんね。保温するものがない。嫌いなんだよね。なんてか、ね、そう節約。節約っていうか嫌いなんじゃん。なんで嫌いなんだかわかんないけど。まあでも節約と思ってる。節電？どっちかっていうと。節電？まあ節電、節電とは思ってるね。節電というよりも、無駄な電力使用。お金のためではないんだよね。うん、どっちかっていうと、環境への配慮っていう方が意識としては強い。SDGs だ。まあ確かに、だから使わなくてもいいものを使う必要はないよね。そう。ってことで、そう。タオルもそうだし、電気、保温のジャーとか、なんかな、うん、そもそもないとか。ジャーもない。そう、炊飯器もないし。ないね。なるほどね。頑張って節約しなきゃじゃないよね。ダーダはさ、じゃさ手ぬぐいの話とかさ、あとペットボトルにさ、水筒代わりにして何回も水入れてるじゃんとかあるけどさ、ママはなんか湯たんぽとか？あ、節約？うん。でもさ、料理さ節約してないよ。料理は節約してない。してないかね。好きなもの作ってる。うん。好きだから、ね。そんなことないわ。ちゃんと食材、高い食材は買わないようにしてるよ。ああ、そうなんだ。主婦のさ、節約ってさ、鶏むね肉いっぱい使うとか。ああ、安いからね。まあでもそうだよね、ママ服とかにお金かけないもんね。服とかバッグとか。あ、極力化粧品とか、うん、だって基礎化粧品持ってないもん。無印のオイルは買った。あ、ここにない、ね、俺も持ってないよ。時々貸してって言うじゃん。若い、40歳、45ぐらいまではちゃんと買ってた。あ、買ってたんだ。うん、見て、うん、番組、うん、そしたらなんか何の意味もないって外からつけてさ。でも全部やめた。びっくりだよね。でもそれで、てかさ、そう、ダーダがさ、さっき言ってたさ、節約すごいした時期があって、それが苦しかったのって いつの話なの？2009年。あ、リーマンショックか。で、うん、そっか、私高校生だったし、これからお金かかるとかで節約しなきゃみたいな。まあその時は自分の会社がね、割とダイナミックに削減してくれちゃったんで、うんうんうん、そうだよね。あ、やべえっていう。ボーナスが出なかったよ。うん、ゼロだった。うん、ローンが払ってなかったよ。まあローンは、住宅ローンがちょうど終わってタイミングよく、それでなんとかしのげた。まだマシだったみたいな感じか。うん。だから、あのうちの会社の住宅ローンを払ってる人たちはみんなヒーヒー言ってた。うん、やっぱさ、ボーナスをさ、当てにしちゃいけないよね。あ、そうだね。ボーナス払いに多くしとくとね、ローンの分をね、うん。なるほどね。なんとかショックとかってさ、多分今後も絶対来るじゃん。そうだね。し、そういう時に、やっぱ会社の業績も落ちやすいから、収入も減るし、まあ投資してたら、自分の資産額も減るとか、まあローンが返せないとかってなるよね。気をつけます。ママとダーダってさ、私にさ、お金の教育ってなんか意識してやったことある？ない。ない。日々の暮らしをちゃんとしてれば大丈夫かなっていうのは思ってた。だから遠回りだけど、お小遣いでやってとか、ね、お小遣い毎月いくらって決めてたから、暮らしだよ、暮らし。なんか、
暮らしか。そう。うちはなんで貧乏なのって言ってたね。私？うん。ちゃんが言ったんだってさ、預金が何千万とかあるって言って、貯金いくら、まあまあ、あるのって言って、え？貯金なんかないよって言って、なんでないのって言って、なんでないの？うちは貧乏なのって言ったから比べてんだなと思って。小学校1年生かな。へえ、すげえ話だな。だからさ、お金のことで暮らしね。暮らしてるうちに分かるんだよ。経済観念はつく。ママはさ、ニーサ、積み立てニーサを始める？これから、来月から始めるんだっけ？え、やってるよ、もう。あ、もうやってんの？うん。1年前は1万円で始めて、うん。半年前に、まあ、3万3000円。ちょっと増やしたんだ。え、それって、あれ ?eMaxis Slim 買ってんだっけ？なんだっけなぁ。覚えてない。あったかばいけないな。別にそうだ。あれ、じゃあ私が言ったやつやってるって言ったっけ？それとも。違うと思うなぁ。あ、あれか。ゆーちょかなんかで紹介されたやつ。そう。おばちゃんがいいよって言ったの。あ、で、じゃあ2024年の新NISA からは、ママは eMaxis Slim の全世界株式やるんだ。うん。株式だけじゃなくて、債券とか他のも見てほしい。あ、資産均等型的な。そう。あ、そういう投資信託にしてるんだ。そう。あ、そういうことか。年齢的にもね、値、うん、動きあんまり、確かに。債券、不動産、うん、株式みたいな。逃げ道があるやつ。あ、その方がリスクはヘッジできるだろうなと、期待して、うん、っていう。そうなんだよな。私言うことないんだよな。そうなの？ニーサで？これでいいの？なくね？だって。ひいこさんに太鼓判を押してもらって。よかったね。だってなんかさ、ほら、信託報酬がさ、年率 1% のやつとかを銀行から紹介されてそのまんまやってる人とかがいるから、ちょっと心配だなと思ってたら、全然年率 0.2% くらいだしさ。0.1% のやつもやってるんでしょ、先進国もやってるんでしょ。確かナードに聞いて23,000円誰にするって言って、アメリカってただ言って、この中でアメリカって言うと先進国、日本じゃなかったんだよ、まあ、いうことは、あの投資、自分が投資してるのは覚えといた方がいいよっていうのが確かに。まあでも一方で、その一番なんだっけ、フィデリティのデータで一番そのリターンが高かった人はどんな属性なのかって調べたら、投資したことを忘れている人だったっていうのもあるから、忘れるくらいその長期投資してる人何やったってみたいな、忘れるといいのかもしれない。確かにドキドキしないかも、別に株とか上がっても下がったりなんかして。50代60代のさ、お金の悩みってやっぱ老後なの？50代くらいだと、うん、まだあの子供があの大学に通ってたりなんかするんで、うんうんうん、その出費がものすごく大きくて、それと老後のことを両方考えなくちゃいけないから、50代くらいだとね、子供が学校卒業しちゃえばもう自分の老後のことだけ、うん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 、考えるっていう風に なると思うんだけど、うん、え、実際親の介護の方はさ、あんまり心配しないの？じゃあまあ、お金は体力するよ。単にあの自分のことは自分でやろうよっていう頭があるから。あ、それはじゃあなんか逆に言うと、もう親にも自分のことは自分でやってね的な感じ。そういう方がそういう感覚に近い。あ、なるほどね。そこまで背負う必要がないってこと。うん、確かに。いや、その発想なかった今まで。まあ確かに親としてもさ、望まないんだよ、そんなことされたら自分のために使ってって思いたくなっちゃうよね。うん、あ、一応現実として親の介護にお金かかったりはするけど、でもなんかやっぱ心理的に優先度高くならない。ならない。あ、そうなんだ。そうだね、うん、現実が突きつけられて必要ってなったら、なんか用意する、その時考える、用意する。不安で何もわからないのに準備してお金を生み出す努力とかちょっと無理だよねって。なんかまだ30だからさ、
そう、ライフイベント、大きくお金がかかりそうなライフイベント、50代以降って考えた時に介護も老後もあるな、みたいな。同じくらいのレベル感で考えてたから、心理的にはそうなんだ。ちょっと意外だった。老後の方が大きいんだ。へ、うん、バイバイ。バイバイ。気をつけてね。はーい。よいしょ。あれ、雨降ってんの？バイバイ。バイバイ。これから車でアパートに帰ります。なんかちょっと動画内だとなんか変に私がカメラを意識しちゃって揺れてなかったりするんですけど、両親には本当感謝してて、夕飯も美味しかったし、まあ、あのあと夜泊まって朝ごはんも、ね、あの美味しかったし、お父さんがコーヒーいつも入れてくれるんですけど、すごい美味しいコーヒーを入れてくれて、なんかすごいありがたいなと思って、いつも、まあ、美味しいって伝えたりとか、あの実家に帰るたびにね美味しいって伝えたりとかしてるんですけど、ちょっとなんかカメラの前で変に私が緊張しちゃってというか言えてなかったから印象悪かったかもしれないですけど、すごいいい両親だなって思いますね。